今朝、焼津市で平屋建住宅の一部を焼く火事があり、男性1人が死亡しました。また島田市ではアパートの一室で火事があり、住人が火傷を負って病院に搬送されています。今日午前5時半ごろ、焼津市大栄町の木造平屋建住宅で火事がありました。火は住宅の一部を焼き、およそ2時間後に消し止められましたが、この火事により住んでいた男性が死亡しました。出火当時、家の中には男性のほかに家族2人がいましたが、無事だということです。また午前7時過ぎ、島田市祇園町のアパートの一室で火事がありました。この火事で住人の男性が火傷をして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。部屋には何かが爆発したような跡があり、警察と消防が火事の原因を調べています。